前回に引き続き高校生ゲスト会の2週目でございます。今回はちょっと趣向を変えた企画となっておりますので、そちらも楽しんでいただければと思います。そして一個告知をさせてください。このアップされているのが金曜日で、その翌日の土曜日10月1日下北沢で行われるポッドキャストウィークエンドというイベントがあります。そちらに無人ブースに出展をしております。まあ出展って言ってもムシャラジのステッカーを置かせてもらっているだけなので、普段はゲストに出ていただいた方で、なおかつリアルで会えた方にお渡ししているステッカーなんですけれども、このポッドキャストウィークエンドではステッカーを誰でも取れるように置いておりますので、ムシャラジを聞いていて、ゲストに出たくはないけれどもステッカーがあるなら欲しいよという方はぜひ行ってみてください。そして10月1日の当日は僕もね、ムシャラジジャンパーを着て現地に行こうと思っています。午後には確実にいると思います。なのでムシャラジロゴが背中にドンと入っているジャンパーを着ている石川を見つけたら、ムシャラジ聞いてますってぜひ声かけていただけたら嬉しいです。そんなイベントも差し迫った前日でございます。イベントで知ってくださった方がもしかしたら一番聞いてくれる回かもしれませんね。というわけで参りましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。こんにちは、趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です。早速今日のゲストをお呼びしましょう。今日のゲストはこちらの方です。こんにちは、高校に通っているてるやこうです。よろしくお願いします。お願いします。この間の慶吾さんとお友達ということですね。そうですね、同じ高校に通ってます。こうさんも野球部の方ですか？そうですね、ずっと小さい頃から野球やってきました、うん、わーすごい。やっぱり県外から寮に入ってる方ですか？そうですね、もうめちゃくちゃ遠い方から来ています。すごい、完全に野球高校生活だったわけですね。あ、もう本当に小さい頃から野球しかしていないですね。おーすごい。そんなこうさんの趣味は何ですか？自分ははっきりしている趣味がなくて、お、だから探していこうみたいな。あーなるほど、ちょうどいいですよ。趣味発見ラジオなんで、今まで聞いた趣味だったりとかこうさんに紹介できるものがあるかもしれません。お願いします。はい、こうさんは野球は趣味ではないんですよね。もうもはやずっとやってるものみたいになってるんですよね。そうですね、もう特技みたいな感じだと思います。じゃあ、まあ野球に打ち込んでるし、ずっと野球やってるから、その野球やってない時にできるような趣味がいいですよね。そうですね。圭吾さんと一緒にラーメン食べに行ったりとかもするんですか？たまに行けば、でもそんな、なんていうマニアックなところではなくて、店とかあったら行きます、なるほど。じゃあその慶吾さんみたいにめちゃくちゃ調べてラーメン通になろうみたいな感じのにはこうハマるっていう感じではないかなっていう状態ですね。そうです、あんまりそういうのには興味はないわけではないんですけど、はい、そこまでやろうとは思う、まあラーメンはたしなむ程度ということで、はい、そうですね。他にその野球以外でなんかやってて楽しいなとか見てて楽しいなとかってどういうことがあるんですか？自分は結構音楽聴くことは好きで、おうおう、あとその沖縄にいるときは、一人でその夕方、夕日の方に見に行ったりとかはしてて、その音楽聴きながらっていうのは結構好きなことですね。そうか、もともと出身は沖縄なんですね。あ、そう、沖縄です。ですね、今パッと思いついたのが、音楽が好きで、でまあ野球やってるからこうチームプレーみたいなのもまあお好きというか得意ですよね。そうですで、その沖縄の景色が好き、つい最近インタビューさせていただいた方にですね、はい、趣味の話を伺って、その方は東京でエイサーを広めてる方だったんですよ。沖縄フェスだったりとかをやられていて、はいはい、でまあエイサーは音楽も関わってくるし、で団体で踊ったりするじゃないですか、はい、で沖縄だし相性良さそうだななんて思ったんですけど、こうさんはその沖縄にいるときにエイサー踊ったりとかっていうのをやってました？自分が実際踊っていたのは、小6の運動会とかで、あ、でも実際行ったら自分1週間前まで帰省していて、7月の最後の方からそこまでしていて、その間にもう何回かエイサーは見に行きましたね。そうですよね、ちょうどお盆のね。そうです、盆踊りなんですもんね、エイサーってね、みたいな感覚で、はいはい、入ったばっかりの知識で喋ってますけどいや、なんか多分こうさんのこのお話がこの回が上がってる頃にはそのエイサー
さんの回が先に上がってると思うんで、はい、よかったら聞いてみてください。わかりました。でもどうです、そのエイサーに自分がハマるってイメージつきます？あ、もうでもそれで言ったら自分は結構見るのは好きだべ、うんうんうん、エイサーって結構何々青年会ってあるんですよ、その地区の中、うん、それで地域によってその踊りが違かったり、うん、なんか流派がね結構いっぱいあるって聞きました。なんでそのうわここ全然違うやんみたいな、うん、で見ていて、うわかっこいいとか揃ってるみたいな、うんうん、感覚で見ていたので、はい、なんかそういうところで趣味というかでも、うん、いろんなところ見たいなってはずっと思っています。うんうん、お話によると伝統的なエイサーの流れでできたものと新しく最新曲だったりとかでエイサー伝統的な踊りをするっていう新しいエイサーっていうのもどんどん生まれているってことだったので、場合によってはねコウさんが新しいエイサーを生み出すみたいなのもありだったんじゃないかななんて思いました。相当すごい人になっちゃいますね。ねえ、そのハマったら。それも一つの可能性としてあるとして、ね、音楽が好きっていうのは、まあ、聞く方ですかね。やるより聞く方って感じですかね。あ、でも聞く方も好きなんですけど、うんうん、自分もカラオケも結構行ったりします。あ、カラオケ行ったりするんですね。どんな曲歌うんですか？いや、もう別に決まってなくて、はい、あの最近ちょっとハマってるのは、うん、あの尾崎豊さんの、I Love You とか、うん、18歳で、あのやっぱり渋い系ちょっといいんで。あ、そうなんだ。なんかてっきりあのこちらとしてはヒゲダンとか、あ、はい、あのキングヌーとかって言われるのかなって身構えてたら全然あの尾崎豊でしたね。俺よりも上の世代の曲を選ばれるとは思わなくてびっくり。あ、でも一応今時のやつも歌ったりするんですけど、うん、最近はうわかっこいいなってちょっと思ってこの曲聴いて、うん、完璧には歌えないんですけど、はい、たまに歌ったりしてます。昭和歌謡とかが割と好きというか相性が良さそうだなって感じなんですね。あ、まあ、やっぱり渋いのが好きなんでこれ18歳で昭和歌謡が歌える、その尾崎豊含め歌えるって社会人になった時に会社の打ち上げ的な飲み会だったりとかで歌えたらすごいね、おじさん上司たちにモテますよ。よし、うん、何曲かだけでも持ってるといいのに、それが好きだと一緒に歌えたりとかして、あ、こいつ分かってんじゃんみたいな感じになりがちなんで、はい、単純に社会人としていい武器を持ってる気がします。お、うん、まだ趣味の話の中で昭和歌謡が好きみたいな感じのゲストは出たことがないんですけど、平成ポップみたいなお話は聞いたことがあるんですけど、はい、昭和まだないんで、もしコウさんがこの後昭和でその尾崎豊だったりとか場合によってはチェッカーズだったりとかそういったところにハマっていったら新しい趣味ですできましたって言ってもう一回ゲスト出てください。わかりました。いい趣味ですね。尾崎豊とかは歌うときは学校の友達だったりとかとカラオケ行ったときですか？あ、そうですね、普通に友達と行ったりとかも。友達どんなリアクションなんですか？みんな知ってるんですか？いや、でも聞いたことは多分普通にあると思うので、うん、渋みたいな渋だって周りはそれこそ今言ったようにヒゲダンとかになったりするわけですもんね。あ、そうですね、すごい、うん、次の人がカラオケの履歴見た時に一人おじさんいるなってなりますもんねそれはどうなんですかね、でも思ってしまうのかもしれないですね。クリーピーナッツ、ヒゲダン、尾崎みたいな感じになってるわけですもんね。そうですね、うん、いやでもそういうちょっとこう周りとは違うよっていうものを持ってるのっていいですよね。そうですね、うん、世代的年齢的にはアイドルとかは好きじゃないんですか？はい、あ、全然ですね。あ、もう全然ハマってない、あんまし興味ないというか、うん、うんうん、なんかそんなあんまり本当に好きじゃないですね。周りには好きな人とかは結構いたりするもんですか？あ、多分いると思います。でも、うん、そんなに聞いたことはないですね。あ、そうなんだ。じゃあちょっとそのアイドル方向は一旦ないですかね。はい、結構あのむしゃらじでは坂道系のお話をしてくださる方がいたり、あの実際にアイドルをやっている方、やってた方っていうゲストに出てもらったりとかすることもあったので、そういうパターンもありかなと思いました。あとはそうだな、流行りというか最近ブームにもなっているもので言うと謎解きとかどうですか？そういうのは好きですか？いや、自分結構頭使うのが苦手なんでなんで結構自分は普通にスポーツとか好きですね。うんうん、やっぱもう体を動かすのが、あ、もう本当に大好きですね。あと海とか。おー、沖縄出身野球部っていうイメージのままですね。
ああもう本当にイメージのまんまだと思います自分は。え、海系のスポーツとかそのサーフィンだったりとかそういうのやってるんですか？いや、やってないですね。あ、でも結構興味ありますね自分は、うん、いや、なんかサーフィンの話を聞いたこともあって、例えば仕事で忙しかったりとかポッドキャストの収録とかで忙しかったりするときに、はい、海に入ってる間はもうそういうものを考えなくて済むしインプットしなくて済むから、はい、こう何も空っぽにするために行くなんていう話を聞いたことがあって、ね、尾崎豊を歌うことによっておじさん上司の心をつかむと仕事が忙しくなると思うんでそうした時に休みの日ぐらいは何も考えたくないなってサーフィンに行くっていう道筋はとりあえずできましたね今ね。そうですね、うん、本当に自分大学その一個上の先輩が、うん、関東の方の大学に通っていてサーフィンもしてるんですけど趣味で、うん、あの誘われてるんですよ。あ、いいじゃないですか。始めようかなとか思って、うん、でどうなるか分かんないですけど、はい、時間があったらやってみようかなと思う、うん、だってサーフィンやってる人に、まあ、毎回聞いてるんですけどその趣味に石川をはめるとしたら何からやらせますかって聞くんですよ、はい、サーフィンやっている方はとりあえず板つけて海にぶち込むって言ってたんでとりあえずやってみるのがいいんだと思いますよ。そうですね、うん、でも自分は多分格好から入っていくタイプだと思います。でもねお金かかるから。あ、そうです、うん、一回試してみるっていうのもありかなって思いました。はい、先輩のとってもう一個これは僕の趣味でもあるんですけど、はい、大学生になったりとかもしかしたら始めるとしても数年先なのかもしれないんですけど、はい、音楽も好きだし人と関わるのも好きだし景色も好きだしっていう方には、はい、バックパッカーをおすすめしたいなって思って、おそらくビジュアルを見ていないからわからないですけど、はい、やっぱりガタイはいいんだろうなって思いますしその経歴からすると。そうですね女の子が一人旅するよりは安心感があるじゃないですか。はい、で英語が得意かどうかも分かんないですけど、はい、僕がバックパッカーをおすすめしたいのは英語が苦手な人の方がおすすめしたいんですよ。僕もそんなに当時は英語喋れなくて、はい、初めて一人で行った時は身振り手振りだったり知ってる単語だけでなんとかタイとか回ったりとかしたんですね。はい、喋れないからこそジェスチャーだったりとかなんか持ってるものとかで表現してコミュニケーション取るんですけど、はい、それが伝わって自分が行きたい観光地に行けたり食べたい食べ物を食べれたりとかたまにそれがうまくいかなかったりとかするけれどもとりあえず生きて日本に帰ってこれるじゃん、そして今まで写真でしか見ることのできなかった景色見れるじゃんっていうのでめちゃくちゃ達成感があるんですよ。うわかっこいい。大学生とかになって何をやるかによってはすごい時間がある時があるじゃないですか。はい、社会人になる前にそれにちょっとでも憧れる気持ちがあるんだったら僕はやってもらいたいなって思います。めちゃくちゃ興味あります。うん、興味がある国とかあったりします？いやもう普通に自分は、うん、ハワイに行きたいですね。あハワイはね僕行ったことないんですよ。 20,30 カ国ぐらいは行ったことあるんですけどハワイ行ったことなくて、はい、なんで行ったことないかって言ったら興味がないわけじゃなくて、はい、なんかハワイは日本語喋れる人がいっぱいいるから行きやすいって聞いたんで初めて行くには行ってみるのもありかもしれない。僕はなんか取っといてるって感じで。あ、うん、アメリカンチックなものも結構好きなんで、うんうんはい、だからもうそこで体感してその行ったりとか、うんはい、いつか海外は行きたいなと思って、うんうん、だからそれサーフィンを覚えてハワイでサーフィンしてみようってなったりとか、あの激アツですね。つなげられるといいですよね。はい、うん、いやなんかこうお話ししてても思ったんですけど海外旅行とかを全然ツアーで行くのもありなんですけど僕はなんか後ろ盾なく行くっていう経験を挑戦してみてほしいなって。お僕行くときは行きと帰りの飛行機のチケットしか取らずに行くんですよ。はい、宿も現地で探しつつし1週間後にその空港に戻ってこれればなんとかなるっていう状態だけで行くのが好きで、はい、屈強な男子こそそういうのを挑戦してくれたら面白いのになって。おーガチですごいそれは。でもあの一番最初からそれをやる必要はなくて、あ、はい、何かやってみて一人旅楽しいって思うようになったらやったらいいんじゃないかなって。そうですよねやっぱり、うん、いやマジで、はい、興味あります。僕なんかもその10年以上前にトルコに行った時に一、はい、人部屋とかに泊まらないで8人とか9人とかもう知らない人がこう2段ベッドとかで一緒になるようなドミトリーっていうところに泊まったりすることが多いんですけど、はい、たまたま日本人ばっかりだった日があって、そこで仲良くなった人たちとは未だに数ヶ月に1回とかで飲みに行くぐらい仲良くてみんなの結婚式
式それぞれに出席するぐらい仲良くなって、そういう出会いがトルコであったりとか、海外の人とその日本の文化を教え合うみたいな感じのとかで仲良くなった人と Facebook でずっとつながってて、誕生日にはコメントしたりとかっていう関係が続いたりするので、はいはい、特に若いしね、日本だけの地図じゃなく実際に行くと自分の頭の中の地図がハワイに行ったことあるしとかヨーロッパ行ったことあるしで広がっていくんで、確かにコウさんにはね、もう名前にも海がついてるし、いろんな海を渡ってもらえたら面白いんじゃないかなって。あーもう行ってやろうと思います、海外、はい、何年か先になるかもしれないですけど、行ったらその報告のむしゃらじとかも撮りたいですね。あーもうぜひお願いします、うん、今だったら、まあ、まだそのバイト代貯めていくとかっていうのも全然できると思うんで、いろいろシミュレーションしてみたり、むしゃらじの中で月に1回一人で喋って自分の旅の思い出を喋ってる回があるので、はい、よかったらそれを聞いてみていただけると、海外で強盗に遭って警察に被害届出した話とかパスポートを落として大変だった話とかいろいろあるんで、はい、もしかしたら何か参考になるかもしれないです。ぜひ聞かせていただきます、はい、あと一つ、そういった趣味を探すまでのやつでポッドキャストやるっていうのも一個おすすめですよまあ入れておきます。うん、そうです、今野球部引退してその大学行くまでの間のその引退ライフだったりとかでいい趣味見つかりそうでした、はい、まあそうですね、今本当に最後に行った海外に行ったりとか、うんうん、もう本当に興味あって、はい、海系で、まあ、なんか行ったら自分もいろいろ楽しくできるんじゃないかなっていうふうに思いました、うん、よかった、なんか少しでもコウさんの趣味のヒントになるようなものが今日の会話の中で見つかったなら嬉しいです。あ、相当今ちょっとワクワクしてます、なんか、はい、なんか知らないですけどなんかこの趣味になったよとかっていうのがあったらいつでも DM ください。はい、決まったよとか、それで収録しても面白いですし。わかりました、ぜひ、うん、いい趣味と出会っていただけたらと思います他にも気になる趣味がむしゃらじであればよかったら聞いてみてください。はい、ありがとうございます、はい、コウさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、むしゃらじ。高校生でまだ何を趣味にしようかなって迷ってるってめちゃくちゃ未来感じますよね。何か一つでも僕から提案したむしゃらじで今まで得た知識が役に立ってくれたら嬉しい限りですね。まあ紹介したもの以外でも何か仕事だったりとか勉強だったりとかが辛くなった時に逃げ道になるような趣味になってくれたらいいなって勝手に思う次第でございます。そしてその趣味がなんか楽しくなくなったなって思ったら多分心が疲れている証拠なので、何もしないで休もうって思えるような、そんなバロメーターになるような趣味を見つけてもらえたら嬉しいですよね。というわけで本日の趣味川柳、悩んだ時助けてくれるのそれが趣味。悩んだ時助けてくれるのそれが趣味。そんな風に自分の助けになるような趣味を見つけていただければと思います。趣味なんてね、いくつあってもいいですからね。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。趣味じゃなくても、お悩みでも大丈夫です。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話、もしくはお悩みをお聞かせください。むしゃらじで喋ってもいいよという方は、ぜひ Twitter でむしゃらじを検索して DM をいただければと思います。DM はめんどくさいよという方、固定されているツイートにいいねを押していただけたら僕の方から DM しに行きます。ツイッターやっていないよという方、メールアドレスも開けておりますのでそちらにメールください。メールアドレスはむしゃらじお @gmail.com、 むしゃらじおは musharadio、 musharadio です。皆様からのお便りお待ちしております。最後に、むしゃらじは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、YouTube などで配信しています。どれも内容は同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をお願いいたします。どれでもいいので、ぜひフォローして定期的に聞いていただけると嬉しいです。それでは、今回は、趣味のお悩みについていただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。